2024年6月の19日、本日の歩行距離、撮影、行きましたけども、自宅から帰宅まで、34.4キロ、約、まあ、大体それぐらいです。あちら神戸電鉄大池駅です。で、まあ、こちらの方、行くと、まあ、河川がありまして、その河川は、有野川に、まあ、続いていく、合流河川となります。ちょっと、まあ、その地点まで、その河川の撮影をしたいなと思って、先ほどまで、花山や大池のあたりを撮影していたんですが、その続きでこのまま、撮影に行こうと思います。こちらの河川が、その河川になるんですが、まあ、あちらの方がずっと行くと、唐戸台の方ですね。まあ、一応下コンクリート化されてますんで、まあ、水門を、そうですね、あちらの先ほどの、この橋の、出口ぐらいのところに作って、それとトンネルという形ですね。水満水でちょうどここのところに来るぐらいになるかと思います。で、この辺りは多分コンクリート化した方が良さそうですね。まあ、満水にしたらもう少し先のところまで水位が来るのではないかなと思います。新しい家なんかは都市ガスが引かれてるみたいですね。今先ほどこちらの家ももう空き家になってる可能性が高そうなんですけども、まあ、解体対象だと思います。亀裂とかも結構入ってますので、あとはまあこちらの家とか、まあ、この辺りだったら山がすぐ近くにあるので、かまど発電自宅で、行ったりとかして、売電とか、まあ、そういうふうなこともされてみたらいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、あちらに竹やぶとかたくさんありますし、でちょっと待ってくださいね。河川の行き先がどこなのか、ここですね。まあ、次の門を設置するとするのであれば、あの辺りがいいんじゃないかなと思います。まあ、できるだけストレートに飛びたいんですけども、ストレートにまあ取れそうなところがいいんですが、まあ、あの辺りですね。まあ、そこから、もう門からストレートで、まあ、河川の底をだいぶ、まあ、整形しなければならないと、まあ、こういう風な状況ですね。そちらの方はだいぶ整形終わっていて、その先はできてるとは思うんですけど、ところどころでこういう箇所がありますね。じゃあ、その位置まで水位が来たとして、まあ、あの橋の高さまでの水位でいいかもしれないですね。ちょっと上流の方までこのまま撮影してみますね。そんなに上の方まで時間かからなかったと思いますので。
ちょっとね、動画をつなぎ合わせたりする作業が時間がかかるので、どうしてもこういう風に、これが先ほどにつながってたところで、向こうの方が上流につながっていく河川ですね。ちょっと一回下って、先ほどあちらのあたりですね、門を設置して、で水位がここの門の、下のところ、この歩道のところぐらいまで、貯水してと、で、あとは奥の方までという形で、この辺はね、河川の底は整備されてると、奥のところはちょっと違うような気がします。向こうの方ちょっと行ってみますね。どちらの道だったかな。向こうから行けたような気もしますし、こちらからだったような気もしますし、向こうです。そこも廃屋になってるみたいですね。そこも多分解体対象の建物だと思います。一回ちょっと向こうから行ってみますね。道違ってた可能性があるので、向こうから行ってみますね。先ほどの廃屋のところを、解体するか、建屋にするかして、メタンガスの抽出場、生ゴミの貯蔵庫と、メタンガスの抽出装置を、つけておくと、そういうふうな設備を整えていただけたらなと思います。そちらの場所でも結構でしょうし、ちょっと待ってください。こちらあったかな。ちょっと一旦オフにします。こちらの道で合ってたみたいですね。倒木とかがこうたくさんあって、かまど発でそういったものに簡単に木材が手に入りやすいところですね。こういうふうにもう枯れてる木、この3本とも枯れてますからね。倒れてくる前に切るとき、この建物とかにぶつからないように気をつけなきゃならないでしょうけども、誰かどこか一世帯絶対的にこうかまど発電してくれるような人がいなかったら、危ないのは危ないですね。ああいった枯れてる木を対処して、いただける人がいなかったら、こういうふうなものも刈り取ってもらって燃やしてもらって、先ほどの位置から河川水を満水にしたらどの辺りまで来るのかっていうところで、ちょっと分かりづらいんですけども、もうちょっと上上流まで行けるところまで行ってみたいと思います。一回先ほどの地点で水満水にしてみなかったら、どの辺りまで水が来るのかっていうことが分かりませんので、そこが判明したらその次のところに、セットするという形ですね。20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルがあれば十分だと思います。この辺りはちょっと河川の底が修理というか補修といいますか、そういったものが必要ですね。河川の底から抜けてる水がとにかくもったいないですけど、あと土砂崩れとかあったみたいですね。こちらから合流している河川がありますので、こちらもそうなんですが、河川の底をコンクリート化して、この辺りに門を設置する。そうすることによってあちらとこちらに水を貯水できる層ができると。河川の土砂のかき出しとかも必要になってきますし、あとはコンクリート化ですね、なだらかにして。この辺りはコンクリート化されてますね。
太陽と緑の道出ましたね。まだもうちょっと先だと思いますね。水が、上の方まで来るところ、あとはまあこの辺がまあちょっとそこが、まあコンクリートが必要な地点ですね。まあ、この辺りじゃないでしょうか、その次の門のところは。まあここはカーブがあって、まあ少し段差があって、まあこの辺りからその次の門だと思いますね。ちょっと意見を分かれるかもしれませんけども、先ほどの位置でいいかどうか、あの高低差がすぐにありますので、ここに門を設置した方がいいかもしれないですね。とりあえずある程度先まで歩いてみないと分からないと、まあ、こういう風な状況ですね。まあ、高さがこれぐらいあればある程度は先のところまで、まあ、それだと倒木ですね。もう次の場所はこの辺りでしょうね。まあもうこの辺りに設置して、まあストレートにまあ5メートルほど、まあ、ここから先はちょっと行けないみたいですね。ああ、なんか工事してくれてますね。とりあえず、もう一つの合流してた河川の方、撮影に行きたいと思います。そこの、 あの河川沿いなんですけども、こちらの方も多分廃屋で、放置されてるところですね。まあ、老朽化も激しいですので、解体対象の建物ですね。まあ、網戸を閉まってますけど、こちらはまだ綺麗ですけど、まあどうなんでしょうね、人いらっしゃるのかどうか。網戸というか雨戸ですね、訂正です、雨戸です。ついでにそこの木とかも、あの建物を解体するときにカットして、どっかね、あのかまど発電してくれてるような家庭に、使用していただいたらいいんじゃないかなと思います。あとまあ河川下ってるところなんですけども、こちらのお家も多分もう住んでる方いらっしゃらないと思います。まあ亀裂も入っていて、まあ老朽化した解体対象の建物かと思います。その向こうの奥のところもそうかもしれないですね。亀裂が3箇所も入っててますが、まあ人が住んでらっしゃるのかどうかというところですね。先の河川が、合流していた河川になるんですけども、
そちらをちょっと撮影したいと思います。まあ、河川の底はコンクリート化がまあ必要な状態で、まあ、倒木がたくさん落ちてると、まあ、こういう状態ですね。まあ、イランソフォーの石とかは結構あるので、そのダムを設置するとき用に使用したりだとか、まあそういうふうな用途の使い方でいいと思うんです。あとはまあ薪とかがかなり落ちてますね。まあそのあたりとかちょっと山の中入っていったら薪とか結構ありそうですね。倒木もたくさん落ちてますし、まあサイド左端の方を結局岸壁工事はしておいた方がいいと思いますね。そこもなんとなくもう崩れそうですからね、その辺りとかも。まあこの辺は河川の土砂のかき出しが必要なところというような形になると思います。まあ合流してるところと同じぐらいの高さに合わせるぐらい、河川の土砂や石をかき出してしまえば、それだけたくさん、まあ、水を貯水できると、まあ、こういうふうな形になります。それは下が岩盤層なんだったらもう無理やり、割ったりしなくていいと思います。まあ、この辺りは何かこうあらかじめ石を集めてるようにも見えますね。でこの河川の上、また倒木ですね、がどうなってるのかですね。上が池になってるのかもしれないですね。でまあ、そこはだいぶ深くなってますので、まあ、整地した方が本当は良さそうですね。あ、倒木とかちょっと向こうの方に入っていけばたくさんありますね。まあ、傾斜がきついところはやめておいた方がいいと思いますが、危ないので。今日はこちら、ちょっと住所がはっきりとよくわからないんですけども、まあ、こっちも多分もう人が住んでいらっしゃらないんじゃないでしょうか。まあ、老朽化してる建物を解体して、まあ、畑だとか、もしくは、メタンガスの抽出所にするだとか、まあ、そういうような形でいいんじゃないかなと思います。ちょっと先ほどの河川に戻りますね。まあ、先ほど の河川、途中で撮影していたところ、最初の方のところに行きました。まあ、こちらの河川が有野川の方に、まあ、合流するんですけども、まあ門を設置する場所ですね。ストレートでまあ傾斜があって水を溜めた時にというところですね。まあ、流木とかが落ちていたりとか、先ほどしてました。まあ、
こちらの右サイドの方がどうなんでしょうね。岸壁工事がされた後、草が生えてきてるのか、なんとなくまあそんな感じはしますよね。まあ、先ほどの位置があの辺りですから、高低差考えると、まあ、この辺はだいぶ土砂のかき出しとかをしなければならなさそうですね。あと河川の底もコンクリート化しなければならないような、ところのように思われます。多分ここでちょっとストレートに取れそうなので、この辺りに、まあ、門を設置して、まあ、向こう側は高さ低いのでこの道路ぐらいの高さまで、まあ、堤防を作って、まあ、そのすぐ横まで来てるんで、ちょっと付け足すぐらいで済むと思います。であとはこちらからストレートに、20cm×20cm と 1m×1m の回転扉、一応まあ、うん、そうですね、それぐらいの幅はありそうですね。を、トンネルをまっすぐ、つけると、まあ区間は10メートルちょっとぐらいですけども、まあ傾斜はあるんで、基本的にはまあ20センチ×20センチで、雨の日は1メートル×1メートルも使用するというような形で、で、まあ、まあこちらの方に、まあ、その辺りが出口で、まあ、あとこの辺りの河川の土砂をかき出ししておいてという形ですね。ちょっとそこの信号を渡って撮影しますね。多分そこは出先だと思うんで、一応 Google マップで見たんですけど、有野川の上流、砂防ダムが上の方にあるみたいですね。カロトを来たとか、まあ、大池の方から行けるのかどうかはちょっとよくわからないんですけれども、ちょっと信号待ちなので電話オフにします。まあ、こちらが先ほど の出口のところですね。で、線路沿いに河川が流れてるんだと思います。まあ、ちょっと河川沿いに、歩いてみたいと思います。先ほどの駅は大池駅のところですね。まあ、先ほどのところから、まあ、こう河川が続いている状態ですね。コンクリート化とかがまあ必要そうです。もう少し先まで行ってみようと思います。まあ、先ほどのところからまあある程度下ってきて、まあこちらのところが河川なんですけども、もう草がすごくて、河川がわからない状態ですね。で、まあ次の門を設置するところという形になるんですけども、まあ、これが、先ほどの河川だと思うんです。で、今度線路をまたいで向こうに行ってると思うんです。で、線路を渡って撮影した方がいいのかどうか、ちょっと線路渡っても行き場がなさそうにも見えるので、ちょっとこちら歩いてみますね。ちょっと線路渡って向こうが歩けるところがないかちょっと探してみます。門を設置するとしたら、まあ、またストレートに、傾斜があるようなところに設置したいので、
まあちょっと迂回してみたいと思います。まあ先ほど線路渡ってきたんですけど、ここ表札なくなっていて、その奥の家、まあ老朽化してる建物ですので、まあメタンガス抽出場にすれば、いいと思います。生ゴミ貯蔵庫と、メタンガスを抽出する装置と。大池変電所って書かれてますね。あちらの方で水の流れの音が聞こえてるんですけども、まあ合流してる河川があるのかもしれないですね。まあ、地図があったらよかったんですけどね。こちら歩いていっても回り込めなさそうな。あとはまあこちらも多分廃屋なんじゃないですかね。でこちらの車も多分ほったらかしになってるんじゃないかなと思います。まあちょっと綺麗かったので、その所有者の方がいらっしゃって、とりあえず駐車場に使ってるケースとかもありますので、まあその辺は確認が必要なんじゃないかなと思います。この辺りまで来ると唐と北辺りになってくるんでしょうかね。ああ道ないですね。ちょっと回り込んでもいけそうに。若干川の流れの音が聞こえるんですよね。ちょっと新鉄六甲の駅まで行きます。この踏切を渡ったところに河川があると思うんですけども、この間この辺りまで撮影しに来てたような気がします。唐戸台の近辺の撮影ですね。まあ神戸市北区だけでも一般世帯のところの方にも、まあ1000世帯ぐらいの方が自宅でかまど発電していただけたらなと思います。こういうふうに滝やぶ、まあ、あちらもそうなんですけども、完全にこちら山間部なんで、まあこういったところもところどころにそういったことをしていただける家とかが あればなと思います。まあこちらに門を設置して、水を貯水して、まあ、この下から、ストレートに、まあ、あちらの先のところまで、20cm×20cm、1m×1m、3m×3m を設置すればいいんじゃないかなと思います。まあ、この辺のところも両サイドをどうするかですね。まあ、多分そこも歩いていったら、老朽化して解体しなければならない家屋とかあるかと思います。でそこにメタンガスを抽出する装置と、まあ、一応建屋も必要じゃないかなと思います。メタンガスを抽出するその貯蔵庫と抽出する装置が、まあ、なかなか錆びないようにと、まあ、そういうことですね。それでは、この辺で、撮影終了したいと思います。以上です。